どうもお疲れ様でですす大学の特別講義でございます今回はね、ナミさんの方からネガティブノートっていう動画を送っていただきました。まあ、確かに暮らしていると、まあ、いろんなネガティブな感情にさらされることがあります。ストレスも感じます。嫌なことってあるんですよね。そういう場合、どのようにその嫌な感情から逃れていくかってことなんですけども、まあ、私の場合はね、何のためにその嫌なことがあるのかなっていうふうに考えることにしてるんですよ。まあ、例えばね お腹がが空いいてしょうがな何でお腹が空いてしょうがないのを自分は我慢してるのかなまあそれは肥満にならないようにっていう目的がはっきりするとじゃあ耐えようっていうふうになるわけですよ人間関係でもそうなんですけども誰かと揉めた時にねすごくストレスを感じるとなんでこのストレス感じるのかなっていうことはその人の改善をよくしようと思ってるその目的があるからなんですよねもうそのまま壊れてもいいやと思ったら悩まないじゃないですか だからそういう感じで何かに対してネガティブな感情を得るってことはそれを改善したいっていう本能がその先にあるんじゃないかなと思うんですよ。うん、まあね格闘技をしていても思うんですけどもやっぱりジョギングしたりね腕立て伏せをしたりとかパンチの練習をしたりとかシャドーボクシングをしたりとかきついですよ全部。でも目的は試合に出るとかね相手に勝つとかね自分の限界を超えるっていうところにあるわけじゃないですか。 そこに目を向けた時にこの苦しみを乗り越える価値があるなっていうふうに感じるからその苦しみっていうのが喜びとか楽しさに変わっていくんじゃないかなと思うんですけどいかがですかね。それれででは、お疲れ様でございます。